皆さんこんばんは、ティライです。今日は TWICE のクラクラが出て、すぐ日本の LINE ミュージックで1位になったらしいですね。個人的にこのクラクラっていうタイトルがめっちゃいいと思う。なんかこの曲、なんかこの曲の歌詞を J.Y.Park が作ったらしいんですけど、J.Y.Park が歌詞を作ったって聞いた韓国反応がちょっと盛り上げていて、なんか反応がめっちゃ面白かった。ちょっと紹介してみると、なんか、パクチニョンって日本語歌詞を書くほど上手なのっていう、みんな不思議に思う反応でした。まあそして、韓国語で書いて翻訳してもらったんじゃないとか、みんな推測してますね。まあいろんな意見があったけど、まとめると、翻訳してもらったら、翻訳してもらったら、翻訳してくれた人の名前を書くべきだけど、なかったから、パクチニョンが日本語が上手だっていうことで、多分記事に書いてたからかな。相手に会った瞬間、魔法にかかったみたいに、二人だけの世界に深く落ちるっていう感情を表現したって書いてたから、なんか、そういう表現ができるほど J.Y.Park の日本語が上手なのって思ったのかな。まあそしてクラクラのミュージックビデオを見た韓国反応をちょっと見てみると、ミュービーがめっちゃ綺麗っていう意見がめっちゃ多いですね。もう今までの中一番綺麗っていう意見もあったし、もちろん TWICE もめっちゃ綺麗だっていう意見も多いですね。そして、정연が戻ってきたので、完全体だから嬉しいっていう反応もあるし、なんか、ミュージックビデオのダンスにはいなかったから、まだダンスは無理なのか心配している人もいますね。クラクラクラ、トワイス、これだけ耳に残るとか、なんかこの部分にみんな注目されたみたいですね。僕もクラクラ僕もクラクラめっちゃ気に入った。なんかラクラクの客だからかな。なんかいいですね、クラクラ。まあ、今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。クラクラ。